博物館入口エジプト博物館は、イタリアトリノにある古代エジプト専門の博物館。エジプトカイロにあるエジプト考古学博物館に次ぐ規模のエジプト美術を収蔵している。エジプトの踊り子古代エジプト関連で1630年に、初めてトリノに持ち込まれたのが、メンサイジーカというエジプト様式の裁判で、ローマのイシス神殿のために作られたものとされる。 この祭壇を見たサルデーニア王国国王、カルロ・エマヌエレ三世が1753年に植物学者、ビタリアーノ・ドナティオ、古代の文物を収集するためにエジプトに派遣し、カルナック・シンデニア・クイフトから300点以上の文物を持ち帰った。これがトリノのエジプト博物館の中心的な収蔵物となった。1824年に国王カルロ・フェリーチェがフランス領事、 ベルナルディーのドロベッティがナポレオンエジプト遠征に従軍しエジプト駐在時に収集したドロベッティコレクションを購入。同年、ジャンフランソワ・シャンポリオンがトリノの膨大な資料を使用しヒエログリフ解読の拡張を行った。1833年にピエモンテのジュゼッペ・ソシオのコレクションが追加され、さらに1900年から1920年に エルネスト・スキャパレッリによって発見、発掘された文物が追加された。その後1960年代に行われたヌビアでの石碑発掘調査のイタリアからの支援をお記念し、エジプト政府から送られたエレシア神殿が追加された。長年にわたり、古代エジプトのコレクションは常にトリノでその保管のために建てられた建物で保管されてきた。 第二次世界大戦期間のミアリエに疎開していた。この博物館は、イタリア政府の国立博物館民営化の主権的なプロジェクトとなり、古代エジプト博物館財団が2004年に設立された。また2006年の鳥のオリンピックに合わせ主展示室をダンテ・フェレッティが設計するなどの改築を実施した。鳥のパピルス地図。ありがとうございます。